どうも、前澤です。よろしくお願いします。あ、すごい、チョムさんの残骸がすごい落ちてますチョムさんの残骸がめちゃくちゃ落ちてます。すみません、後で掃除しておきますんでね、よろしくお願いいたします。あのですね、まあ、こんなことで、こんなことも何万回も言うので、すごい言われてることなんでね、すごい恥ずかしいんですけれども、料理のさしすせそ、納得いってません。もうね、恥ずかしいですよ、自分で言ってて。こんなことも何万回も言われてますからね。はい、ちょっと順番に言ってきましょうか。ね、さから順番に言いますよ、今からね。はい、さ、砂糖、わかりますよね。はい、し、塩、まあまあこれしっくりきますよね。す、す、もうこれしかないですよね。うん、せ、せうい、まあ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 。まあ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 ね、昔はそう呼んでたって言われたら、あ、そうですかって言うしかないと。問題は次ですよ、皆さん次何が来ますか。そうですよね、そうですよね、味噌、みーさしすせ、みー恥ずかしいですよ、自分で言ってて。30にもなってこんなこと言うのね、みーなんて。もうでも僕が怒ってるのはそこじゃないんですよ。さしすせみになってるじゃんとかじゃないんですよね。このさしすせその並びの中に、そもそもこの味噌が入ってるのって、これどうなんて、ここにふさわしい存在なのかって思うわけですよ。皆さんね、この料理のさしすせそって、まあ、料理の味をこう底上げしてくれるようなね、まあ、名脇役といいますか、もう縁の下の力持ち的なやつがこう集まってるわけなんですよ。しかしですね、この味噌というやつは、味噌汁というですね、もう自己中心的な料理めちゃくちゃもう味噌ですみたいなの前に出てるって、もうエゴの塊みたいな料理作ってるわけですよ。そのエゴの塊をお湯で溶かしたようなですねもう味噌汁っていうのを出してるわけ。だって他の料理あね、さしすせそありますか、こういう料理ね。豆腐の砂糖汁みたいなないでしょね。あのわかめの塩汁みたいな、もうわかめの塩汁はもう海で溺れた時に飲むやつですわかめの塩汁ないんですよね。しかもその何だったらその魚とか入れて、その魚から出汁をもらってますからね。普通逆じゃない、こっち側が魚の味を引き出さないといけないのに、逆に引き出してもらってるっていうね、自分がこう主人公みたいな感じになってるんですよ。これね、もう悪目立ちしてる、この味噌が。どれぐらい悪目立ちしてるかというと、あの DVD プレイヤーをね、電源入れた時にこう画面、暗い画面にね、こうDVD って書いてある、こう丸いやつがこうね、昔ありましたよね、こうDVD って書いてあるところに、こういう風に流れるやつが、映像本編始まったのにまだいるみたいな、ずっと、いやもう映像、邪魔邪魔邪魔、もう始まってるからみたいなね、これが味噌です、この DVD が、これぐらいね、悪目立ちしてるんですよ。で、なんでこんなことになってるのかなと、なんでこいつがこの場所にいるのかっていう、その裏側をね、考えたら壮大なストーリーが実はあるんじゃないかなと思いまして、はい、まあ味噌って大豆じゃないですか、元をたどればね、まあ、大豆が、まあ、言ってしまえばこう転生してね、こう味噌になったと、まあ、大豆がねたまたまこうトラックに引かれて異世界に飛ばされて、こう味噌になったみたいな、ナロー系主人公ですね、いわゆるね、はい、でこういうねナロー系の主人公っていうのは特殊能力を持ってたりするんですよね。この大豆からね、この味噌になりました、この特殊能力が空間を曲げる力だったんですね。ね、だってそうでしょ、このねさしすせそのこのそのところに味噌ぐにゃーってしてそうってなったんです空間を曲げることでさも自分がそから始まってるかのようにね、こう空間を作り変えたんですよ。でよく考えたらですね、このお隣の醤油も大豆でできてるんですね、あいつね、うん、だから醤油ぐにゃー背油変えたんですよ空間をねじ曲げて、あそこにある大豆の固有の能力だったんですね、実はね。だからそこはね、もう本当はあそこの祖のところにはソースが入るはずだったんですよ、ね、そのソースもぐにゃーって存在を消されてしまって、ソイソースにされてしまったんですね、よく考えたら大豆も祖から始まってるんですよ、ね、ソイだから祖から始まってる、最初からあの枠狙ってたんですよ、ずっと、ね、ここに飛び込むことによって食べ物界を牛耳っていこうという、ここまで聞いたら味噌なんかすごい嫌なやつに感じますね。でもですよ、この話聞いた上でいざ家帰って味噌汁を飲んだら、皆さんの心の中がぐにゃーってなって落ち着いちゃうんですよね。味噌ってやばいやつですよ。どうもありがとうございました